にちは、渡るでございます。未だにロシアの暴挙が止まりません。ウクライナへの侵略という誤った行為を未だに正当化しています。このことは強く非難されるべきです。しかしながら、日本に住むロシア人に対して誹謗中傷というのがあるのもまた事実です。だからといって彼らに対してそのようなことをするというのは間違っています。確かに戦争は非難されるべきことですが、ロシア人だからといって誹謗中傷や非難をするというのは誤っています。在日ロシア人の方が心を痛めるようなことがあっては決してならないと思っております。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。渡るジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。